ブルーミンデイズ。日々これ良き日。あのね、はい、昨日今日とまあこの鶏とか、うん、まあ、卵とかのいろいろお話してますけれども、はい、これねいろいろ調べてるとね、うん、もう本当鶏の雑学だらけになっちゃって本当にね知らなくていい話まで鶏博士にまたなっちゃいますか、うん、でねこれ倉島さんは、はい、まあ卵お好きでしょ。うん、好きですよ。あの何生卵の方それとも毎日1個食べてる。え、そうなの。うん、これはブルジョワジーな生活だね。そんなことはない。やっぱ卵には、うん、卵にしかない栄養があるって言われているのでね、うん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 、食べてますよ。なるほど、うん、これね、うん、あの鶏が産む卵の数って、はい、1年でどのぐらい産むか知ってます？うん、どのぐらいなんだろう。全く予想だにしてないな。でも1日1個とは限らないのかな。うん、これね、うん、鶏が卵を産む周期っていうのは、うんうんうん、まあ、大体ね25時間ぐらいらしいの。うん、っていうことは1日に1個は産めるっていう換算ですか。うん、というかまあ25時間だからね、うん、だからまあ、24時間で1個ではないんだけれども、うん、まあ、ほぼ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 、うん、それでね鶏っていうのはね、うん、産んだ卵をこうやってほら温めるでしょ、うん、で温めてる時っていうのは次の卵を産まないんですよ。お、だけれども、うん、この卵がないと、うん、また卵を産むんですよ。動物の習性でね、はい、種をこの保存しようというか、うんうんうん、そういうことなんでしょうけれども、はい、それでねこの産んだ卵を結局どかすと、うん、まあ、また産まなきゃっていうことで、うん、ポン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 産むらしいんですよ。だからか朝一番に取ってこいって言われてたのこの鶏の習性を利用すると、はい、大体1年間にね、うん、1羽がね、うん、300個近くの卵を産むんですよ。なるほど、うん、ただ、うん、これね鶏の寿命っていうのもあるでしょ、はいはい、で若ければたくさん卵も産むんだけれども、うんうん、やっぱりほら年取ってくると、うんうん、あんまり産まなくなるじゃないですか、でねあのきちんと丁寧に育てた場合、はい、まあ、大体ね600個とか、まあ、この中にはね今ほらブロイラーみたいなのいますけれども、はい、ああいうようなものだともう1000個以上も産んだりもするんですけれども、きちんとね、まあ、管理というかしてると大体ね600個とかそのぐらいは一生のうち産むらしいですよ。そうですか、うん、でね、うん、この卵なんですけれども、はい、取れたてというか産みたてというか、うん、その方が新鮮で美味しいっていう風に思いがちじゃないですか、うん、思いがち。そう信じて食べてましたよ祖父母のうちでは、うん、だけれどもね、うん、これいろいろ調べてみるとね、はい、実はねこの鶏の卵っていうのが最も美味しく食べられるのは、うんうん、生まれてからね、うん、大体この5日目以降、うん、そのぐらいが一番美味しく食べられるらしいんですよ。それは常温で置いといてっていうことなんですかね。うん、あのまあ、これ常温だろうが、その冷蔵庫だろうが一緒だと思うんですけれども、卵の中にはね、はい、炭酸ガスが入ってて、あ、この日が経つごとにこの徐々に抜けていって、で熟成されて美味しくなるということなんでね、新鮮だから美味しいんだっていうことではないらしいんで、例えばスーパーとかね、はい、ああいったところでもほらこの採卵日っていうのかな、あ、書いてありますね、うん、だから、うんうん、今日美味しく食べたいと思ったらば、うん、大体その日付から5日後ぐらいのものがね、うん、美味しい、美味しい卵食べ時らしいですよ。そんなこと言っちゃったらみんな探しちゃうんじゃないですかいやでもね大体ね、うん、いくら私がこうやってね、うん、熱を込めてお話ししたってね、うん、そうそうみんな信用しないですよ探してみようじゃあ、眉唾でね、うん、今世間ではね、はい、TKG って呼ばれてますけれども、 TKG ね、うんうん、卵かけご飯ね、はい、美味しいですよね。美味しいですね、うん、
今ね、うん、そういえばあの海外に住んでる人から、うん、ツイッターでやり取りしてる人いるんですけど、はいはい、シンガポールだったかな、うん、あの海外って生卵食べないっていうのが一般的に言われていますよね。そもそもがあんまりそういった生のものを食べる習慣がないっていうのもあるようですけれども、うん、まあ、新鮮でないからというような話をもちろん同じようにあって、うん、それが最近その新鮮な卵が出回るようになり、うん、その卵かけご飯の美味しさが広まってきたようで、うんうんうん、あの結構な確率で、うん、あのスーパーで買えるようになったそうです、生卵が。ああ、そう、あの生卵で食べられる卵がっていうんですかね、うん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 、買えるようになったっていうのがあの書いてありましたよ。これあれかない、あのほら日本人でもね、うん、生卵が苦手っていう理由の一つに、はいはい、あの白身が嫌だとかっていう人いるし、はいはいはい、あのデレッてしたやつがね、そうそう、我が家の子供たちはそうですね。え、なんでそんなぬるま湯みたいなところにだからね、我が家はね温泉卵が多いんですよね。あ、まあそう、うん、あ、だからあれが食べられるようになって、あれ美味しいって感じるようになってからが、うん、初めて卵かけご飯が好きですってもうね名乗ってほしいなって思ってますよでもあれでしょ、卵かけご飯もいろいろかけ方っていうか、うん、流儀っていうんですか、はいはいはい、美味しい食べ方とかって出回ってますよね、うん、やったことありますか実際に。ありますよ、もういろんなこともパターンを試して、あれもこれもだってほらあの前ね、うん、お醤油の特集というかやった時やったでしょ、うん、特集の時にね、うん、あの時に、うん、そのお醤油はどういう風にかけて食べると一番美味しいのかとか、うんうんうん、あったあったあった、っていうのがあってね、それ我が家もやってますよ、うん、あれはだからあれでしょ、確かあの卵とお醤油を混ぜたくなるじゃないですか、うん、そう、混ぜちゃいけないんですよ ね、 ダメなんだよね、ご飯の上で自分のこのペースでというかね、そうそうそう、自分の配分で混ぜながら食べるっていうのが美味しいっていうんで ね、うんうん、ね、まあ、確かにそうだなと思いましたけれどもね、最近はそれ醤油じゃなくてね、うん、お塩っていうパターンもあるみたいですよ。あ、お塩ね、美味しいお塩、また塩もやりましたけれどもね、うん、今度あれだね、卵かけご飯の特集やってみたいね。あ、いいですよ、いろんなものをかけるってこと、うん、かけたりとか、うん、それから食べ方、食べ方ね、うん、あの一般的に言われてるのが本当に美味しいかどうかの検証みたいな全部美味しいと思うけどねそうね、まずいっていうのはよほどじゃないとなさそうですけどね。いや、まずい卵かけご飯なんて未だかつて一度も食べたことないよそんなのねえ、うん、何をもってまずいかっていうことですけれどもね、うん、うんうんうん、ブルーミンデイズ、日々これ良き日。